プルデンシャル生命保険株式会社はアメリカ最大級の保険金融サービス機関プルデンシャルファイナンシャルの一員の生命保険会社である。なお、イギリスの金融グループであるプルデンシャルとその傘下にある日本のイーストスプリングインベストメンツとは関係がない。プルデンシャル生命は1987年10月にプルデンシャルファイナンシャルの100%現地法人として スタートした。2005年には青葉生命保険を吸収合併し、営業基盤の拡大を図っている。プルデンシャルファイナンシャルは1979年にソニーとの合弁でソニープルデンシャル生命保険を設立しているが、その後合弁は解消され、ソニープルデンシャル生命は現在のソニー生命となっており、プルデンシャル生命保険とはつながりはない。 日本における創業者の坂口明氏は、日本人で初めてアメリカのアクチュアリー試験に合格した人物である。アメリカのノースイースタン大学大学院、保険学科卒業後、アメリカの生命保険会社、経営コンサルタントを経て、1979年、ソニープルデンシャル生命副社長、1985年同社、社長、1987年プルデンシャル生命社長、 1994年同社会長に就任。1998年には、プルデンシャルインシュアランスカンパニー・オブ・アメリカのエグゼクティブ・バイス・プレジデント、国際保険部門プレジデント、最高経営責任者に就任し、2002年1月に成居した。坂口が生前に語った言葉は、東京、長田町のプルデンシャルタワー内にある企業、 坂口メモリアルガーデンのモニュメントに記されている。営業人員の故障、ライフプランナーは、ザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカの登録商標である。ソニープルデンシャル生命時代から、ライフプランナーを使用していたため、プルデンシャル生命のほかソニー生命も、営業社員の故障として使用しているしている。ライフプランナーは、すべて、異業種からの転職者で構成され、ほぼ、 ヘッドハンティングのような形によって採用されている。このため新卒者や過去に生命保険業界で就労経験がある者はライフプランナーとなることはできない。また多くの保険会社が採用するエディア制や職域制ではなく契約者と担当ライフプランナーによる徹底した担当者制度を敷いている。同社は営業において CM や広告などによる宣伝活動を ライフプランナーの個人的な活動以外では、ほとんど行っておらず、代理店販売も行っていないため、ライフプランナーによる販売が唯一の販売チャンネルとなっている。下記に挙げる採用基準や教育研修を経て育成された生命保険業界における進路プロフェッショナルと位置づけられ、このモデルを踏襲した外交員システムをライフプランナーモデルと呼ぶことがある。 他社の類似したライフプランナーモデルと合算しても保険外交員全体の5%程度の人数しかおらず同社のライフプランナーに限るとその数はさらに少なくなるがライフプランナーが持つ知識量、提案内容などは高い評価をされることが多い採用基準は高等教育以上の最終学歴を必須条件としており生命保険業界経験者を採用しないなどの 特色を持っている。営業開始当初は男性のみ採用していたが、現在では女性も採用している。3度にわたる CIP による事業説明と営業所長、支社長による面接 TS1、本部長、役員による TS2 によって選考される。ヘッドハンティングの声をかけられた200から300名の、うち実際に内定を受ける者は2から3名という。 厳選採用を行っている。入社後は、FTP、ETAP、BTP など生命保険における基礎教育、研修を受ける。保険外交員の教育は、保険業界における最大の課題であり、保険商品についての知識の習得のみならず、関連する法律、税制、社会保障についての習得を徹底して行う。ライフプランナーは2年間の研修期間によって育成され、 日本の生命保険業界が行う専門家庭、応用家庭、生命保険大学家庭などの専門知識を身につける。加えて独自の教育システムとして、ライフプランナーには副本として生命保険のバイブルと呼ばれるブルーブックが数十冊対応される。米国で140年以上の歴史を有する親会社プルデンシャルファイナンシャルの教育システムと、 保険ノウハウが凝縮されており、日本国内の生命保険会社が、社員、幹部候補研修などで米国を訪れる際には、プルデンシャルファイナンシャルへ学びに行くことが通例となっている保険会社もある。ライフプランナーが、時間的に拘束されるのは、かつ、昨日午前に行われる定例ミーティングだけ。あとは出社の必要すらなく、営業ノルマもない。働き方も休み方も自由だが、 固定給は通常3年目以降にゼロとなるため、サボれば収入がなくなる。上位表彰者の年収が億単位である一方、収入の見込みが立たず数ヶ月で辞めていく有名企業出身者も多い。市社長、営業所長など管理部門の社員以外は会社との間で契約をしている事業主のような形態であり、雇用関係とは異なる。 米国プルデンシャルファイナンシャルの世界戦略の中でこのライフプランナーモデルは中核となっており日本のプルデンシャル生命が中心となって韓国、台湾、インドマレーシア、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、イタリア、ポーランドでも同様のモデルでの営業展開を行っているライフプランナーによるコンサルティングを行った上での オーダーメイドの保証提供のため生命保険の基本的役割である保険商品をほぼ全般網羅している。一部商品は死亡保証契約を同社で行っている契約者に限り提供されている。個人保険、事業保険によって加入できる保険商品が一部異なる。外資系生命保険会社のラインナップにふさわしい投資性、資産運用向けの商品が豊富。 週刊ダイヤモンドなどの保険特集で保険営業マンが入りたいと言われる商品の筆頭には外科建保険が挙げられることが多い。また従来の生命保険がインフレに弱いという弱点を補うために開発されたインフレに強いとされる保険商品などの特徴的な商品も多い。本社があるプルデンシャルタワーは大火災を起こしたホテルニュージャパンの跡地にある。 千代田生命保険が建設中だったものを、同社の経営破綻により買収し、2002年12月に完成させた。国会議事堂の近くにあり、日本テレビ系列、働きマンのロケにも使われた。2004年7月には、仙台市泉区市山にドライデンカスタマーセンターを設立。保険契約関連書類の処理や、コールセンターも含めた総合的な保険事務センターとなっている。 日本で展開している外資系生命保険会社の中で本社ビルを所有しているのは2019年12月時点において同社のみとなっている。ロゴマークのジブラルタルロックは地中海のジブラルタル海峡にある岩山をデザインしたもので、これはジブラルタルの要塞が難航不落という意味から生まれたことわざ、アズ・セーフ・アズ・ザ・ロックにちなんでいる。アメリカ・プルデンシャルが 初期の広告に使用して以降、ジブラルタルロックはアメリカプルデンシャルのシンボルとなった。日本ではプルデンシャル生命、ジブラルタ生命、プルデンシャルインベストメントマネジメント、ジャパンなどがロゴマークとして使用している。ボランティアを行う中高生を支援し表彰するプログラムスピリット・オブ・コミュニティ・ボランティア・スピリット賞を1997年から実施している。 毎年10月の第1土曜日にグローバルボランティアデーを開催し、社員やその家族が全国各地域で骨髄バンク、メイクアウィッシュジャパン、地域の清掃や献血、バザー、募金活動、障害者のスポーツイベントの運営など様々なボランティア活動に参加している。2003年からはメイクアウィッシュチャリティバイシクルライドに2006年からは アメリカンフットボール日本一決定戦、ライスボールに協賛している。2016年からは、ヨットレース、セーリング、日本代表のオフィシャルパートナーとなっている。ありがとうございます。